藤沢さん、そして地元の皆さんにお集まりいただきました長芋料理を教えていただきます。よろしくお願いします。お願いします。藤沢さん、皆さんはどのようなお集まりでいらっしゃるんですか？農村生活マイスターの仲間で、こちらから三村さん、上条さん、中村さんに今日は集まってもらいました。ありがとうございます。どういうことをされてるんですか？村で長芋の生産をしてる人たちが多いので、長芋料理を盛り上げていこうっていう仲間です。山形村観光協会では、簡単、健康、美味しい長芋レシピという冊子を作りました。その中には農村生活マイスターの皆さんが考えた料理も掲載されています。藤沢さん、三村さん、はい、最初に何を作りましょう？簡単な混ぜ焼きを作ります。混ぜ焼きですか？はい、はい、三村さんが考案した長芋と卵の混ぜ焼きは、小麦粉を使わないお好み焼き風料理。まずは長芋を千切りにします。すでにこうネバネバっていうのも出てきましたけれども、結構どうですか、こちらの長芋、粘り系、粘りが強いですね、はい、強い感じしますよね。だって見てください、はい、これいきますよ。おー、伸びる卵、今日は2個入れてきますか？粘りが本当に強くて、おー、あ、絶対まとまりますよね、うん、で今油を引いていただきました。おおーいしょー、あ、本当にね、スライスして千切りにさせて卵で混ぜただけですよ。何分とか火加減とか見たことないですよ。見たことない。だからしっかり火が通ってなくても生でも全然平気なので、火加減はもう自分次第なんです。そうなんですよ。いい感じの焼き目がついてますよ。え、ちょっと怖い。せーの、あーごめんなさい。大丈夫、焼けばくっつく。両面をこんがり焼いた後、お好み焼きソースとマヨネーズをかけます。鰹節がね、より一層お好み焼き感を、はい、増してくれましたね。完成です。完成しました。混ぜ焼き、途中で失敗するの、失敗したとは思いません ね、 ね、失敗したとは思わない、はい、本当に失敗しない、はい、素晴らしい。なんか卵と長芋だけですもんね。長芋だけっていうのが本当に信じられないです。ヘルシーですよね、小麦粉を使ってないから、ね、はい、粉が入ってないので、うん、カロリー控えめで何枚でも、いや本当ですね大丈夫です。でこのソースかけちゃえば本当に騙されますもんね。そう、騙されます。騙されちゃいます、はい。続いてはおはぎを作ります。一般的にはもち米を使用しますが、今回は使いません。米と長芋を代用します。はい、失敗しないからいいですよ。失敗しない、はい、本当ですか？そうしましたら、あ、このまま入れちゃっていいんですか、はい、あと炊飯器の持っていきましょう。これをですか、はい、このまま入れるんですか、はい、え、おはぎっていうのも私初めて聞きましたもん。長芋で作るおはぎって、はい、もち米がなきゃできないとかって思うけども、うんうんうん、普通のご飯でできますので代用できるっていうことですもんね、はい、え、でも今並べ終わりました。これであとはスイッチ押すだけです。押すだけですか、はい、米1合に対し輪切りの長芋 100g を乗せ、炊飯器で炊き上げます。開けていいですか？はい、開けてみてください。え、ただ並べただけですけどね。長芋いきますよ。どうなってんだろう。オープン。わあ、お、もう入れたまんまですけど、ね、潰しいですか？柔らかい、すごい、もうほぐれます。ほぐれる、ほぐれる、ふっかふかですし、はい、あ、え、なんでこんなもっちりしてるの？長芋入ってるから。長芋パワーですか？はい、はい、え、なんかどん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 お餅みたいになってきますよね。お餅みたいになっていくし、餅ついてるみたいな感覚ですね。面白い。これも農村生活マイスターの皆さんで考案したんですか？はい、お米に長芋入れてみようって、その発想もすごいですね。そうですよね。続
潰し終わったらご飯を丸め、ごま、きな粉、あんこで味付けしたら完成です。今度は長芋と小麦粉ですか、用意したのが、はいはい、何作りますか。長芋入り の、 あのすいとんの、あ、豚汁の味でいただきます。長芋で作るすいとんの豚汁、はい、おお、美味しそうですね。またすりおろしたお芋と小麦粉をただ混ぜるだけです。あ、これもまた混ぜるだけお水は一切使わないで、お水の代わりに長芋を、はい、あ、お水いらないんですか。はい、はい、いらない。え、この長芋がお水代わりになる。そうですね、はい、長芋がつなぎの役割をしてくれるんですね。そうですね、やっぱ山形村の長芋は特に粘り気が強いっていうのも、はい、言われてます ね、 ね、はい、混ぜ終わったら一口サイズにまとめ、豚汁の中へ投入します。いい感じに入ってまいりましたね。長芋の3品完成しました。ありがとうございます。ではちょっと一つずついただいていこうと思います。まずは長芋と卵だけの混ぜ焼きです。とろっとしてますね。いただきます。ちょっと長芋のシャキシャキっとした食感も残ってて、だけど卵とうまくこう絡んで焼き上がってくれたので、とろっとしていて美味しいですね。長芋と卵だけで作ったとは思えないクオリティです。ではおはぎいただきます。もち米で作ったおはぎをいただいているような感じです。しっとり滑らかな感じはやっぱり長芋が入っているからですかね。美味しい。ではすいとんいただきます。あ、もっちり美味しい。粉っぽさ全くないですね。これよくお味噌と合います。すいとんです。これもすってもよし、煮てもよし、こうやって小麦粉と一緒にこねてもよし、はい、本当に万能な食材なんですね。そうですね、生で食べれるのは芋類の中で長芋だけなんですよ。他のはみんな火を通さないと食べれないので、それが失敗しないその一番の利点じゃないですか。なるほど。藤沢さん、まだまだ考案していく予定はあるんですか。そうですね、これからもみんな仲間と一緒にいろんな自分たちの考えた料理を提供して、また本とかにもしていきたいと思っているので、私もここの仲間に入れてもらって、こんなことができるんだっていうことをたくさん学びましたので、ぜひ皆さんもバリエーションを増やしていっていただきたいと思います。